今日もお疲れ様でした。キャラです。前回この海底遺跡にある壺のかけら全部取れたので、今回は砂漠を探しに行きたいと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。で、砂漠探しに行くんですけれども、今回はこのお家に帰る方まずは探しながら帰ろうかなと思います。ね、そっちでなかったらまたね、こっちの方に来て逆方向探しに行こうかと思います。よし、では頑張っていきましょう。こっちですね。あるといいんですけどね、砂漠どうかな。砂漠、なかなかないですよね。ね、ある時はね、結構広大に広がってたりするのでいいんですけどね。ね、来る時もね、ジャングルとかはあったので、ね、もしかしたらあるかなとは思うんですけど、どうかな。うわ、森の予感がある。ねえ、ほんと珍しくないですかね。ここやだ、待って待って。ねえ、これやだ、嫌すぎないこれ。いやー、あそこ隠し部屋なんですね、多分。今はいらないので帰りましょう。行きましょう。飛んでてたまたま森の予感見つけるってあんまりないですよね。ね、もうでもね、トレイル遺跡もね、探し終わったのでちょっとこうホッとはしますよね。砂漠はね、広いからこう見つかってばある程度あるんじゃないかなとは思うんですけど、井戸の壺のかけら探すのがちょっとね、大変かもしれないですよね。そう、井戸のあそこの下のところにもう一段なんかあるらしくって、もう一個あるらしいんですよね、怪しい砂が。そう、前知らなくて1個しかないと思ってたんですよね。お、危な。なんかまた雪山出てきちゃったね。スニーク速度なくなったら、ここら辺来たらこれ多分ありますよね。結構広そう。そうでもないかな。雪になっちゃった。雪になっちゃったな。うわ。なんか結構あれですよね。この襲撃者の塔見かけますよね。これどうなんだろう、行ったところなのかな。うわ、上にもいる。何もなかった。さようなら。ひどい。砂発見。でもあれ多分海岸ですよね。ジャングルとかサバンナのあたりはありそうなんですけど、これ多分来たとこですね。ね、この近くちょっとありそうな気もするのにな。マングローブでしょ。砂漠もついでにないかな。砂漠待ってくれるといいな。こっちの方を見ていこうかな。
ね、ちょっと近くにありそうな感じもするけど、どうなんでしょう。ね、砂漠のバイオームと結構隣接してる時が多いですよね。ないかな、ないかな。あ、読み込み頑張って。あったかい海、お、いい感じ。あったかい海もありますよ。平原になっちゃった。これはまたね、また襲撃者の塔がある。あ、ダメだった。いや、でもあったかい海はありますね。鉄だけもらっていこうかな。ちょっと待って。あ、待って、あれは、どっちどっち、このサボテン、あ、サボテンある。砂漠到着よかった、あった。砂漠到着です。よかったよし、じゃあここも砂漠広いので地図作って埋めていきましょう。よかったー、こっち来てよかったあ、端っこダメだった。あ、広そうですよ。これならあるかもしれない。よかった、砂漠見つかって、結構すぐ見つかってよかったですよね。よいしょ。で、砂漠で探したいのはピラミッドと、あとは井戸ですね。あ、そこに町がありますね。そう、井戸とピラミッドが探したいです。あったー、井戸発見。よし、行きましょう。怖っ危ない。で、これ見づらいのでちょっと埋めてから行きましょう。一回で、ここに一個あるので、よし、行きましょう。出るかなー。あ、出た！来た！1 個目！両腕を上げた人の壺のかけら。ってことで、この下にもう1個あるらしいんですよね。どこかな？あった！よし。もう1個。なんか違う。なんか違う。これ何？怪しげな支柱だった。いらない。これやっぱりこのこれだけかな。よし、1個目。あと、醸造家の壺のかけらかな。もう1個はあっちにも村があるんだ。うん、てか今のところかな、これは。あれ、今のところこっちもう一個あった。あ、あったー。よし、あそこありましたよ。いい感じ。これであとは見つかれば OK ですね。よし、二個目。よいしょ。よし、行きますよ。わしゃわしゃ。あ、ツボ！ツボ来た！来たかな？来たかな？
何何、うん、同じだった。両腕を開けた人の壺のかけら、うん、惜しい。あった、よっしゃ、よっしゃ、あ、壺来た。どっちどっち、あ、来た。醸造家の壺のかけら、あ、ポーションの形をしてるんですね。やったー。え、意外とすんなり集まりましたね。砂漠の井戸にある壺のかけら2種類ゲットしました。やったー。ということでピラミッドを探しに行きましょう。あとはピラミッドにある一種の壺のかけらだけだと思います。頑張って探していきましょう。やったー、よかったー。よし、じゃあピラミッド探しましょう。こっちはないので、ここら辺からかな。一応全部揃ったけど、壺のかけらはね増やせないので、あったらまたシャカシャカしていきましょう。あった、ピラミッド、はい、やったー。え、待って、ものすごい埋まってますけど、これすごい埋まり方してない？よいしょ、上から行こうかな。あったー。よし、行きますよ。よっしゃ、わっしゃ。これ何？ダイヤかな、ダイヤ。あ、あったー。よし、行きましょう。2個目。あ、壺来た。来た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 。あ、これじゃない。これじゃない。弓っぽい。じゃ、違った。違った。弓じゃなくて、鶴橋だった。違ったなぁ。ここにもある。あ、壺来た。今度こそ。え、違うな。頭蓋骨だった。こっち側にもあるんですね。ここどこら辺まであるのかがね、ちょっと難しいですよね。で、醸造家と両腕上げた人でしょ。うん、そうですね。ここなので、もう一個、一種なので、弓だと思うんですよね。熱骸骨8個も出てる。よし、じゃあ次頑張りましょう、また。砂漠終わっちゃった。嘘。いや、思ったよりここの砂漠ちっちゃかった。ここで砂漠が終わってしまったので、またちょっと帰りながら探しましょう。しょんぼり。そう、ピラミッドのあともう一個が揃いません。あともう一個頑張ります。あれ、待って、落ちた。あー、エリトラ壊れた。なんで今飛べないんだろうって思ったら、どうしよう。びっくりした。うーん、どっかちょっと違う。うーん、またあー、びっくり、エリトラ壊しちゃった。でも海の上でよかったね。いきなし地面に激突してね、死んじゃわなくてよかった。あー、びっくりした。全然耐久見てなかったですね。失敗ね。待って。
これは近すぎません？見て見て。この距離。近すぎだと思うんですけど。いやー、呪われそう。ちょっと離れときましょう。あー、エリトラが。ちょっと陸地に着いたら、直しましょう。よし。ガシャガシャン。あ、なった。やりすぎたかな。よし。オッケー。よし、また飛びましょう。あー、びっくりした。あと2万マスぐらい多分あるはずなので、それまでに砂漠がまた出てくるといいなね。えどうでしょうね、砂漠。これは古代都市あるでしょ、きっと。やっぱり、うん、広いもんね。そう、こうやってやっぱりね、広いとこだとね、ありますよね、大体ね。桜すごい長細いね。よいしょ。また雪がある。寒いとこじゃないです。寒い。寒いところに来ちゃったな。あったかいとこに行きたいです。あったかいとこ行きたいよ。寒い。ものすごい寒いとこにいる、これ。あ、ジャングル出てきましたよ。よし、このままあったかい地方に行って、砂漠も砂漠も出るといい。よし、ちょっとまた寄り道をしながら行きましょう。あ、メサ来た。砂漠来ましたよ。やったよかった。よし、ピラミッド探しましょう。端っこからちょっと見ていこうかな。ここ、何あれ。待って、すごいとこ見た。すごい。あ、ここまで、途中までなんですね。あ、また廃校見つけちゃった。廃校は怖いから、ちょっと避けて通ろうかな。メサじゃないな。よし、広そうですよ。これならピラミッドの一つや二つあるはず。あるはず。ないかな。ここも広いな。あったー。ありましたよ。よし、2つ目のピラミッド行ってきまーす。やったー。でもまた夜になっちゃう。夜になっちゃうなー。びっくりしたー。緑の何があんのかと思っちゃった。こんなに中にまでサボテン入るの。え、あったー。あ、来た。次はこれなんでしょう。甲府。甲府だったな。よし。で、見える範囲にはない。
怖い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 。あ、ちょっといっぱいありますよ。よし、今度こそ質問のかけら、来て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 。うーん、宝同じのばっかり来るよー。うー、幸福。あ、またツボ。え、いい感じにツボ割れてるんですよね。うーん、幸福え、なんで同じのばっかりなの。今度こそ石、石、石が欲しい。うん、興奮ね。音なんて同じのばっかりかな。うーん、次は出るはず、出るはず。エメラルドだった違う、違うんです。ここは、え、ここなくない、この段なくない。うー、ないよ。え、ここまで、嘘でしょ。ない。うー、ここは、あ、ないな。うん、ない。あ、なかったな。あー、悔しい。あ、落ちた。待って、落ちる。よし、次行きましょう、次。で、ここで今なかったので地図作りましょう。ね、結構ここ広そうなので多分まだね、あるはず。ということで地図を作っていきましょう。もうこのピラミッドのもほんと偏ってるの。出る確率違うのかなって思うぐらい違いますよね。よし、じゃあ次のピラミッド探していきたいと思います。行ってきます。ピラミッドあるかな。ちょっと怪しくなってきちゃったピラミッド欲しいよ。せめてもう一個、せめてもう一個でいいから欲しいな。ですか。ないよ。ピラミッドさんどこですか。あ、でもまだちょっと広がってそう。え、そうでもない？どっちだろう。ないな。ないな。あれ、井戸もないような気がするんですけれど。ね。こっち側どうでしょうね。緑が、緑が違う。欲しいのはそれじゃないんです。ジャングルになっちゃったこんな広いのに1個しかないの。わあ、それはちょっとびっくりです。ちょっとメサの向こう側は緑が広がっていた気がするするな。よいしょ。とりあえずちょっと見ながら境目をちょっと飛んでみましょう。
帰るまでに他に砂漠あるかな、どうでしょうね。こう見るとなんかネザーのハイポータルが結構ありますね。ね、飛ぶとちょこちょこ見えますよね。メサはある、またメサはあるけれども、あ、普通の砂漠のも見つけた。え、でもこっち行ってる方、あ、やっぱりこっち側ないかな、もう。こっち行ってますよね。あー、なかったー帰るのこっち。行った一個しかなかったなー。あれ、まだこっち砂漠が続いてるみたい。どうかな。ないかな。あった。え、これは行ったとこ、行ったとこ、どっち。あ、行ってない。ある、もう一個ありました。よかった。よし、もう一個行ってみましょう。あったー。あー、よかったー。よし、行きますよ。さあ、今度こそダイヤ一種が欲しい、一種が、あー、一種が欲しいなー。大丈夫、ピラミッドが見つかったから。あったあったあった。よし、行きますよ。またダイヤいや、ありがたいですけどね、ありがたいんですけど、でも今はそれじゃないんです。ここら辺くらいまでかな。このターンはない。あったー。よし、行きますよTNT が出てきた違う、エメラルド違うな。またダイヤツボのかけらください。壺のかけらは？え、この段が最後じゃないかな。よし、行きましょう。あ、壺のかけら来た。今度こそ。来て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 。これ何？宝。ダイヤ率多くない今回。違うんです。あ、来た、壺。来て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 。来たんじゃないこれ。石の壺のかけら来た。やったー、全種類制覇です。よし、ちょっと見てみましょう。壺のかけら全種類制覇できました。やったー。あとは無事にお家まで帰りましょう。頑張ります。あ、見えてきた。ドラウンドトラップが見えてきましたよ。やったー。くらこれ暗くない？わー、これ明かりもちゃんとつけましょう。暗い。無事に帰ってくることができました。やったー。で、今回で全部集まったこの壺のかけらはこんな感じですね。
こんな感じです。で、この一番上がこれトレイル遺跡ですね。この7種類。これがトレイル遺跡で、この愛湯者と富の壺のかけらとか、この4種類があったかい海の海底遺跡ですね。で、この木陰の壺のかけらとか、この釣り人のかですね。この3つが冷たい海の海底遺跡。で、砂漠の井戸が2種類とピラミッドが4種類ですね。これで全部で20種類になります。やったー。で、次回はこれ全部壺にしてみたいと思います。では今日の動画はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などポチッとしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。